丸々になったら丸々始めようかな。もっと喋るの上手になってから YouTube やろうかな。2025年になったら起業しようかな。こうなったらこうしよう。もう少し準備しよう。うるさいって。うるさい。うるさい。聞きたくない。マジで聞きたくない。聞きたくないって。いつまでやってるの、お前はそれを。バカなの。コミュ力上がってから女の子に話しかけようかな。お前さ、一生やらないでしょ。ね。一生やらない。え、やった？え、いつから言ってんの、それ。SNS 始めたいです。YouTube 始めたいです。起業したいです。オンラインで稼ぎたいです。女の子とデートしたいです。やった？いつまで喋ってんの、お前は。べちゃくちゃ、べちゃくちゃ。早くやれよ。聞きたくないって。聞きたくない。誰も聞きたくない。うん。俺らは見たいだけ。ね？俺ら見たいだけ、お前の行動を。うん。で、〇〇になってから〇〇する？アホだって。お前それ待ってる間に人生終わるぞ。待ってる間に人生終わる。うん。お前この世界に、ね、生まれてきた以上、明日人生終わる可能性あるんだよ。それ考えたことある？ね。明日人生終わる可能性あるんだよ。で、もっとスケール小さく考えたら、ね。明日お前骨折する可能性あるんだよ。明日お前耳聞こえなくなる可能性あるんだよ。ね。もっと外的要因で考えたら、ね、今戦争が起きてる。インターネットが止まる可能性あるんだよ。またコロナになる可能性あるんだよ。今お前がやろうとしてること、やりたいこと、そんなん やれるような状況じゃなくなる可能性があるんだよ。この1年の間で、この2年の間で、この3年の間で、いつになるか分かんない。けどその可能性があるんだよ。なのに、お前はいつまで経っても先延ばしにしてる。自分のやりたいこと、挑戦したいこと、始めたいこと。まだ俺には早いから。バカなの。お前がそんなことやってる間に、ね？他のやつがやるんだよ。過去の動画で何百回も話してきた。強しただし。お前が欲しいもの、こいつらも欲しいと思ってる。お前がもじもじしてる間にこいつらがやるんだって。で、全て奪っていくんだって。で、お前は準備できたらやろうとかって思ってるかもしんないけど、準備してる間に人生終わるって。早く気づけ。準備してる間に人生終わる。やらないで終わる。やりたかったなーで終わる。違う？いつから持ってんの？その目標は。いつから考えてたの？いつからお前のマインドよぎってんの？なんでやってないの？ああ、まだ準備できてないから。ああ、まだ俺は十分じゃないから。ああ、まだ俺は足りないから。一生足りないよ。一生準備できないよ。一生上手にならないよ。カメラで前で喋るスキルがまだないので、僕は YouTube まだ始めれないです。バカ！どうやって YouTube 上手になるの？どうやって SNS 上手になるの？どうやってサッカー上手になるの？どうやって恋愛上手になるの？どうやってビジネス上手になるの？実際にやること。ね。実際にやること。動画一本も投稿しないで。ね。喋るの上手になってから。
YouTube 始めます。どうやって喋るの上手になるの、カメラ開いて喋ったこともないやつが。アホなのね。動画投稿してそれに対するフィードバックを一度ももらったことない男が、一度もサムネイル作ったことない男が、一度もタイトル作ったことない男が、一度も動画の構成で考えたことないやつが、一度もカメラに向かって喋ったことないやつがどうやってスラスラ喋るの俺みたいに。ね、無理なんだよ、無理。早くやれって、早くやれ、経験詰めね、経験詰めって、やりながら考えろって。準備なんていらないよ、準備なんていらない。うん、準備してる間にね、明日コロナになるかもしんないよ、またね、ひどいコロナになるかもしんない、家閉じ込められてインターネットすら使えないかもしれない、電気が止まるかもしれないね。サッカー選手になりたいです、配信になるかもよ、そのシーズン俺はなったよ、配信になったよ、シーズン2020年3月、コロナが流行してその2020年のシーズンはなくなった。俺はイングランドでサッカー選手を目指してた、その時実際に起きたこと、これは強制的に日本帰んなきゃいけなくなってイギリスでサッカー選手になるってこと難しくなった。まあそれをきっかけにこうやって YouTube 始めたんだけどね、違う道見つけたんだけど、俺は起こり得ることだよ。お前がね、ふわふわと、ああこうなったらこうしよう、ああなったらこうしようね、まるまるがね、これ準備できたらこうしよう、ああしよう、終わるってお前人生終わるよ。甘えすぎね、時間に甘えすぎ、今やれってね。お金稼ぎたいです、お前今しかないよ稼ぐチャンスね。これ戦争起きてね、死ぬほど景気悪くなって、今しかないかもよ本当に。この1年2年で稼がないとこの先真っ暗になるかもしんないんだよ。これ冗談抜きでありえることだよ普通にね。で中国とアメリカ戦争したらさ、じゃあ中国からね、いただいてる輸入物で全部ストップします。いや本当にそれどころじゃなくなるかもしれないんだよ。地震が起きたらどうすんのね。お前ホームレスになるかもしれないんだ明日、地震起きて家ぶっ壊されて。家族に何かがあったらどうすんの。今普通に平凡な毎日を生きることができてる、これは神様からの恵みなんだって。早くそれに気づけね。でお前は今挑戦するチャンスを与えられてる、何でもできるね。インターネットがあって始めようと思えば何でも始めれる、情報を調べてその情報に従って行動できる、やり方も提示されてる。なのにお前はいつまでももじもじとね、完璧なタイミングを待って始めない、今世紀最大のアホだって。何をしているのね、冷静に考えろって。お前がどれだけバカなのかを。うん、カメラの前で話すの苦手です。苦手に決まってんじゃんよ、だってやったことないんでしょね。バドミントンやったことなくてさ、それでバドミントン苦手です、いや当然のことじゃん、バドミントンやったことないんだもんね。どうやって得意になるの、練習でしょ、行動でしょ、実践でしょ。なんでお前その事実から背けて逃げてるの、ずっと
ね、女性に対して自信持ちたいです。どうやって自信持つんだよ女性に対して。ね、100回デート行ったことあるやつとね、1回しかデート行ったことないやつ、どっちが上手にデートできる。紛れもない事実じゃんよ、明らかな事実じゃんよ。ね、実践からしか生まれないんだって自信ってのは、成功ってのは、経験ってのは。でお前はその実践をずーっと先延ばしにしてる。いつまで経っても始めないね。今死ぬほど恵まれてる状況にお前は今置かれてるのに、その環境に甘えて、誰かが助け、ね、手差し伸べてくれるのかな、ね、完璧なタイミングいつか来るでしょう、ね、こうなったら足を、ああなったらこうしよう、チャンスが来たら飛びつこう。来ないって自分で作りに行かなきゃないよそれは。うん、チャンスってのは自分で作りに行ってるやつにしか与えられない、ね、で自分で作りに行ってないやつは仮にチャンスが転がり込んでも飛びつかない。チャンスが目の前にあるってことすら気づかないから。それがまさに今のお前だよ、まさに今のお前ね。今お前は何でも始めれるね。チャンスを与えられてる、平凡な生活をしている、時間があるね。なのにやらない。目の前にチャンスがあるのにお前は飛びついてない。違う？呆れるって、呆れる。うん、どうしたらいいでしょうか、 SNS 始めたいです。早くやれってね、質問する前にやれってね。 YouTube について質問したいですね。10本動画投稿したのね、10本動画投稿したの、10本すら投稿してない、1本すら投稿してないのに質問するなって。お前は質問に値しないね。質問ってのは実践してそれでダメだったら質問するの。やる前から質問するな。誰も答えたくないってね、誰も答えたくない。だってやってもいないやつにね、答えをあげたところでどうせやらないんだもん。何百回も見てきた光景これね、何百回も見てきた。いろんなアドバイスを与えるね、だけどやったことないやつは結局アドバイスされてもやらないから。うん、時間の無駄なんだ、俺らの時間の無駄をするなって。うんね、逆にじゃあ10本動画すでに投稿してて、いろんなね試行錯誤をそいつなりにして、それでジョージさん僕 YouTube 今やってて、で10本動画投稿して自分なりに頑張って、あのね、自分にとってね、今作れる中で最高の動画を10本作りました、ちょっと見てもらってもいいですか。喜んでアドバイスするって、喜んでアドバイスする。うん、だってやってんだもん。で10本動画投稿してるから、ある程度の仕組みだったり、ある程度の知識だったりね、やるべきことだったり分かるわけじゃん。だから前提条件ね、ある程度のね、まあノルマを持った上で質問来るから答えれるわけよ。だけど何もやったことないやつがね、動画投稿ゼロで、ね、どのニッチを選べばいいですか笑わせんなって、笑わせるな。うん、お前は質問に値しない、質問する立場にいない。だってやってもいないんだもん。うんね、もったいないって普通に。うん、話にならない。うん、丸々になってから丸々しようかな。終わっちまうよ人生ね、終わっちまうって。何が起きるか分かんないよね。ジムに入会しようか迷ってます。アホなのお前はそこ迷うことじゃないでしょ、やれよね。せめて体験しろって、体験入店しろってね。それで考えればいいじゃんよ。なんでジムに行ったこともないのにジムに行こうか迷ってんのね。格闘技もそう、格闘技始めてみようかなとか思うんですけど、どう思いますか。
いや知らねえよそんな、自分で行って確かめろって、体験しろってね。それで実際にやりたいなと思えばサインアップすればいいじゃんよ。なんでやってもいない段階でやろうか迷ってんの。ね、本当に考え直した方がいいよ。うん、本当に客観的に自分の今の状況見た方がいいよ。何をもじもじしてるのお前は。何にビビってるの。お前が一番ビビるべきなのは、そういう風にして時間がどん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 過ぎ去ってって人生が終わること。違うね。 YouTube 始めたいけど、あのまだ機材とかが揃ってなくて。カメラ一つでやれって、携帯でやれって。知らねえよ、サムスンでもね、あ、ガラケーでも何でもいいよ、動画撮れるだろ。ガラケーは厳しいかね。でもスマホ持ってれば撮れるっしょ。いいからやれって、10本投稿しろってね。そっから考えろって、そっからお金貯めてカメラ買うなりね、 iPhone にアップグレードするなりね、マイク用意するなり。俺このマイク言っとくけどあれだよ、動画投稿2年目で買ったからね。うん、2年目で買った。なくても投稿し続けたってね。スマホで縦動画も撮ってたって。うん、YouTube の YouTube の常識を知らないでね、横動画じゃないと長い動画はいけないってことを分からないで、俺は縦で長い動画撮ってたね。遡ってみろって、俺の動画ね、15分ぐらいの動画を縦で撮ってる時期があったね。アホだよ、アホだけどね、俺は行動をしてたね、で行動してっていろんなことを学んでった。ああ縦動画だと視聴者に与えるまあ、サービスとして良くないんだなって、動画として、ね、最後まで見られないんだなって。じゃあ今後はちゃんと横にして、ね、カメラの位置もちゃんとね、レンズの中でまあ真ん中にして、ね、自分をフレームの中ちゃんと確認して、ね、ライティングつけて。後から来るんだって、こういうのは。やって気づいていくもんなんだって。うん、ああ僕は形から入るタイプなので。一生お前の形なんかできねえよ、やってもいないんだから。うん、一生できない、お前の形なんて作らない。形ってのはやりながら作っていくものね。ニッチどうすればいいですか。やりながら作ってけってね。お前が一番楽しんで作れる動画を作れって今ね。その先で見えてくるから、お前が一番ね、視聴者に価値の与えれる動画はどんなもんか。それがお前のニッチよ。それ以外のニッチをやるな。ね。頭が悪い。普通に。行動を先延ばしにしてるやつってのは、全員バカ。うん。で、こいつらバカだけど自分のこと賢いと思ってるから、準備が必要だと思ってる。うん、けど現実では結局やりながらこやりながら行動してるやつ、行動しながら探ってるやつ、解決策を。そいつがね、ずっと準備してるやつよりも何倍も早く結果を得るってことね。これが真実ね。手探りで始めてるアホがね、準備をずっとしてるね、IQ が高いやつよりも結果を先に得る、紛れもない事実。うん、悩んでる場合じゃないって。明日お前は人生が終わるかもしれないね。もじもじしてる余裕なんてないんだって、時間なんてないんだって。金稼ぎたい、今がチャンスだって。いつやるの、今でしょ。2025年になったら、2026年になったら、まあ隕石落ちてくるかもね。宇宙人に地球支配されるかもよ。大地震起きて日本真っ二つにね、割れてね、海に沈むかもよ。ドラゴンがね、火炎放射してお前の家焼き払うかもよ。お前焼いて殺されるかもよ。原子爆弾を落とされるかもよ、北朝鮮に。
バカなのね、先延ばしにしてんのバカなの。筋トレ始めようか迷ってます。お前骨折するかもしんねえんだ明日ね。今すぐやるって。きつい時こそやらなきゃいけないことだぜ。じゃあ